なんかたまにはそうだね佐野入りやってみてよはいというわけで根本と佐野の深夜大工 <laughs>、はい、第30回目これ30回ですおー30回目ー30回目お願いします、ね、<laughs> トントントンはいというわけでやってみますメインパーソナリティの佐野ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますパーソナリティ根本ですお願いしますお願いします<ー>30回だって30回ですよもううん 最終回のカウントダウンがだんだん続いてきた <laughs> <回> <laughs> 最終回いつなんですか <laughs> カウントダウンあるんですかこれ <laughs> <laughs> わかんないけどわかんないですけどねあ <laughs> あまあ、まあ,あでも30回か30回ですコツコツやってますうんうんそうやねなんか、うん、まだ寒くなってきちゃってねずっと寒いですね最近今本週ずっと雨だしね,ね そうなんですよね。桜見たまだ見てないです。まあ、なんか、牙公園とかどうなん？ああ、咲いてます、なんかちらほら川沿いに桜は咲き始めてますね。ああ、そうなんだ。でもなんか、牙公園の,あの本命の桜って公園の内部の桜なんですけど、まあそこはまだかな、うん、4月入らないとかなって感じっすね。ああ、そうなんちょっと遅いんだね。ちょっと遅いいですそ、ね、そそうそうそう,そう,うでもままあ川沿いは咲いてます 全然いいですね、うん、お花見お花見とかねしたいけど、ちょっとね、雨だとね、ね、雨続きでね、なんか4月も頭、雨なんじゃないかっていう感じになってて、うんうん、お花見とか,なんかあるんですけど、ねうん、困ります、ね。うん、あ,あ,るあるあるある、全然、<laughs> いいじゃん。セッティングはあるんですけど、お花見とかバーベキューとかあるんですけど、いろいろ、どうなるんだろう、うん、天気みたいな。いいですね。 このね雨でね、うん、あのー、知っちゃったら嫌だしね。ね花見花見とかって、するのよく、よくというか、毎年してるいや、前の会社にいた時は、それこそ有志で企画して、お花見みたいなのしてたけどね、<ー>公園でブルーシート引いてみたいな、もう本当に典型的なやつですけども。あ<ー>まあちょっと 今年まああのコロナになってからねやっぱりできなくなっちゃってうんそうねうんギリギリ2年前できてたかなぐらいだったんだけどねしたいけどね今年からは結構どこももう本当にコロナ禍以前と同じぐらいのテンション感でくるんじゃない、うん、みんなもうブルーシートも調子いい、ね、ってさてかもうさ街歩いててもさ すごい海外の人多いんだよねあ海外の人そうびっくりしたわなんかマスクはもうつけてない人2割ぐらいいるなっていうイメージ僕はもう基本つけてないっすねあつけてないあ当。ほんと俺もねつけてないっすなんか室内以外なんかもうそうめんどくさくてシンプルにそう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 やうてなってそうなんですよね 言うてもまだなんかその花粉症でつけるみたいなつけざるを得ないみたいな人もいると思うんですけどまあねうんどんどん花粉症も一時期やばかったけどなんか東京戻ってきたら落ち着いたなああ言ってたねそれねうん花粉症ってピークいつまでの、うん、あれって4月までいやそうじゃない3月いっぱいぐらいまでじゃないかな,そう、ね、なんか春になったら なんか収まってるような感じだよね。うん。そうだ先週それこそそのかちょっと会社のイベントでですね長野の方のちょっとスキー場の方にははははいいいい3日間ぐらい行ってたんですけど3日いやーそこはもうね日差しも照り返しで強くて日焼けはするわ。 花粉はすごい飛んでるわなんかもうね<あ>車とかそう車ね止めて戻ってったらすごい黄色い粉がねもう車に乗っかっててうわこれ花粉じゃんみたいな嫌すぎる嫌、うん、すぎるその絵嫌すぎるでしょあう、うん、あなんかたまに花粉でこうさう窓ガラスが曇るみたいなさほっとくとうん現象あるけどそれなんだうん そうなんですよそれがあって、うん、いやーこりゃまたすごい量の花粉が飛んでるなと、うん、思ってましたけどね,ね<え>だそれで結構やられてたんだけど、うん、まあこっち帰ってきてからは別になんとか収まって東京はじゃあそうでもないのかもしれないですね花粉界ではいやそうでもないんじゃないかな、ね、だってくしゃみの一つも二つ,つもしてないし <laughs> <laughs> それは強いな 目もかゆくならないしね。あ、本当。長野はやばかった。長野はやばかったよ。まあ,まあまあ。全員が一人一つ箱ティッシュ持ってたからね。<laughs> いや、晴れてたってのもあるだろうけど。そうね。そう。そうなん東,東京はずっと雨だから今。全然。ね、だからまあま花粉がと飛ばない、飛ばないっていうのもあるんだろうね。そうそうそう,そう。湿度がそれなりにあって、花粉が飛ばない状況なのかもしれないね。そうっす。それで。 あれですね何の話しようと思ったんだろう何だっけ何も始まってないんですけど、何も始まってないんですけど、WBC も終わり、WBC も終わり終わったね。終わりました。いやー、暑かった、それこそ出の次の日が決勝だったんでね。そう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 。見れた。見れました。よかったよかったよかった。 あれね、ちょっと罠があってね。なんだ、罠とは？はい、あの<罠>準決勝さ、さよなら勝ちしたでしょ。うん、その前の人だね。うん、た僕はイベントでこう、うん、た立ち会っててですね。うん、その、まあ、一緒に見てた人が、そう、アマゾンプライムビデオでも一緒にライブ中継してたんで、ああ、見れるね。アマゾンでね、アマゾンプライムビデオでも見れるわけですよ。うん でもアマプラで見てたんだけどね若干地上波の方が早いのねあそう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 なんだよアマプラってちょっと遅いんだよあれねそう30秒ぐらい地上波の方が早い遅いんだよ、うん、そうそうそう,そ,うそ,れそれはねわな <laughs> かであの分かっちゃったんだよね <laughs> 一番激アツなところ地上波の人と一緒に見ちゃダメよ <laughs> そうあれうわーって向こうから聞こえてきて、うん、あれああ あれみたいなんかこれ勝っぽいけどどれどれみたいな抑えるんだみたいなね <laughs> <laughs> スポーツで一番熱いシーンをネタバレくらっちゃう <laughs> そう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 それうはちょっとまあしょうがないな <うん S 2> まあまあ勝ったんでね別にそれはいいんですけどなんかねまあ別にもう言うことないぐらいの試合だったんで言うことはないんですけど本当に良かったですもう C っていうなら根本根本君は野球の漫画も描いてるでしょうから C っていうなら,ら MVP は誰ですか今回はいやもうね全員 MVP ですよ言うてもそれはかもかあのねもういや俺言うなんかね言うたらダルビッシュがすごい良かったなと思ってて。 あのもう全員良かったんですけどなんか一番最年長じゃないですかダルビッシュって38歳とかで結構あのチーム若手揃いのチームだったと思うんですけどなんかこうあのチームがそのダルビッシュっていう結構まあ昔優勝経験もあって今でもメジャーでバリバリ現役のすごいなんかスーパースターの中であの若手たちがバリバリ戦えたっていうのはなんかね結構こう。 ダルビッシュのなんか若手に対する接し方とかがチーム作ってたのかなっていうふうに割と裏方を見てて思っててこうなんか接し方なるほど、ね、若い子たちじない接し方とかそのインスタグラムのなんか上げ方とか,なんかそういうところとかすごいなんかダルビッシュはいい上司だなと思って見ちゃっててああなんかそこ、まあ、裏からこうチームのねなんかダルビッシュいるとなんか安心するよねベテランの人がいるとね。 だからね、なんかダルビッシュ自体はそんなに、あのー、戦績がいいってわけじゃなかったんですけど、あのー、ダルビッシュ投手ね。まあ、でも、本当にチームを支えてくれた、なんか本当に年長さんって感じだったんだなと思って見てました。まあもちろんその若手たちが活躍したんですけど、一番。うんうん、って思ってたのと、まあ、結局。 なんか最後はいやもうなんか言葉にならない感じになりましたね、やっぱり、こうな,なんだろうね、大谷が三振取ったじゃないですか、最後。最後取ったね、スライダーで。スライダーで取ったじゃないですか。うん、なんかもう、あれ見た瞬間に、あなんか、この大谷翔平っていう一人の人間が、めっちゃでかい話っすけど、なんか生まれてきた意味を見てしまった感じがして、うん、うわもうなんか壮大なネタバレ食らったなみたいな、<laughs> なんか <laughs>、それぐらいのクソデカ感情を得てしまって。 あもう、うん、その日仕事になんなかったんですよね普通に。<laughs> <laughs> マジで何も仕事つかなかった。もうあもうもう終わったな人生みたいなぐらいの <laughs> 気持ちで見てました。そっか。までもそれぐらい熱い試合だったよね。いや暑かった暑かった。なんかね、<laughs> うん宇宙が見えました。俺よくたまに宇宙が見えるって言葉を使うんですけど。 なんか佐野が多分脳が揺れるって言葉使うのと同じぐらいの感覚で使うんですけど宇宙が見えたっていう、うん、あね宇宙が見えましたおの最後の三振に打ち取ったシーンで宇宙が見えましたはあ全部が見えた何かもうこれ真理だなみたいになっちゃったんですよね <laughs> なんか断りが見えたというかあ,、ね、あもうこの男ってこのために生きてたんだなみたいな脳 <laughs> 見せられててしまって方針、うん、でもまあその後書いたネームは良かったですよめちゃめちゃうんそうノリに乗ってかけて素晴らしかったっていう <coughs> めっちゃ熱く語ってしまったまあね WBC も終わってしまってねえただまあこれからね、うん、それぞれがそれぞれのクラブで、うん、また面白いことシーズンね入っていってくれればいい、ね、そうですよ うん、シーズンは見るのうーんとねいやあんまり俺ね正直高校野球ばっか追っててあんまりプロ野球って追ってなかったんですよねそうでもまあねこれを機にマジで追おうと思いましたが高校野球以外もプロ野球のシーズンも全部追っていこうかなと思いましたね、うん、それぐらいには良ん,うんかったそうそうそう てな感じですよね、うん、最近宇宙が見えた事柄でしたそれがなんかまあまあ,まあみ, <laughs> みんな見えたんだろうけどなんか <laughs> 言葉にできんよなまそうだよねそう,そう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 んかでもその後ちょっと書ききっちゃったもんなんか漫画書いてて、うん、なんかあもう俺もなんかすげえ熱く書こうみたいになって もうちょっと書ききっちゃったんで大変ですこれからちょっとどうしようかなって感じです書き切っちゃったってのはなんかもう気持ち的にうおーみたいな、うん、<laughs> うおーみたいなクライマックスぐらいのノリで書いちゃったんでまだもうそれでネーム通っちゃったんでもうどうしようかなみたいなインフレするしかないのかなみたいな感じですね、うん、はい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 っていう状態です今全然いいんですけどね そうまあでもね、うんえー、スポーツはやっぱ熱くなるよね、うんうん、これから何を追って生きていけばいいんだろう分からん、うん、<laughs> マジで確かにねプロ野球と高校野球は今あれもやってるから春の甲子園やってるからそれとか見つつって感じかな <laughs> なるほど <laughs> スポーツ話になっちゃった これ聞いてる人ってスポーツとか好きなのかなこれ聞いてる人はスポーツとか好きなんじゃないですかあ本当にあそうそうかなそうなのかな一応は一応好きなのかなあ本当。うんねなんかみんなが何を追ってるのかもちょっと気になりますよねそうね <laughs> 何を追ってるんだろうねみんな、うん、<coughs> 今週はてかなんか先週なんか喋りたいことあるっつってなかったそういえば ああだから先週はあれですね <laughs> なんか言ってなかったっ先々週におじさんの家に突撃したああそう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 そのくだりあったよねうんうん,ん話があったんですがですまあ別にね別に <laughs> 冷めちゃったいやなんかそのタイミングを逃したエピソードはい。エピソード的な方の話なんで <laughs> うん まあ仕事で神奈川の方に行ってたんですね藤沢の方にでその僕のおじさんまあうちの親父の弟ですねおじさんがそっちに家持ってて住んでるんですけどあんか寄ろうかなと思ってそんなふ段なんか連絡取ってるわけじゃないんですよ別にだけど寄ろうかなって思って 突行って突撃したらそうマジでね突然来ると思わないでしょ思わないでしょそうだねどうしたってなるよね車で車で行ったんねそうそうそうだからさ門前払いを受けたのよんかセールスマンと間違われてあもう認識されなかったってことそもそも佐野匠だっただからそう フルネームってみたいな言って「えーみたいな「来たのここまで」みたいな一応ね事前に LINE は入れといたんだけど誰も既読くならなくてあれと思ってそうそうそう一応なんか家の住所とかも知らなくて藤沢に家があるって話なんだけど誰だ住所知らないからうちの親父に「いや今から行こうと思うんだけどさ」みたいな「住所ってわかる?」みたいな。 話してたら、うん、いや住所わかんねえわーみたいな。うん、いやマジ兄弟かよと思って。<laughs> 本当だよね <laughs>。<laughs> 住所知らないんたいな。おマジかと思ってさ。そしたらもう十年ぐらい前にもうそこにに住んでるのって家建てて。うんうん、だからさ、えー、みたいな。住所信ないとかあんのみたいな。で、まあ多分そんな話を父親がうちの母親にしたんだろうね。うんうん LINE でポコンってあの年賀状の画像だけ送られてきて「<laughs> ここですよ」とそう「ここですよと、えー」と、うん、そうで「ああ住所かじゃあ行くか」みたいなさっきのそのくだりなんだけど、うん、そうそうそうでうちのなんかよくよく聞いたらねうちのおじいさんも今仕事で静岡の方に単身赴任でいてうん、うん、その神奈川にいることがないんだってあそっちにいる方がじゃあ珍しいんだ そうなんだけどほ、うんとその日たまたまいておお奇遇そうでえー、久しぶりじゃんみたいな感じでお家ちょっとお邪魔して、うんうん、ちょうど今さみたいななんか釣ってきて冷凍にしてた、うんうん、あの黒鯛を食べるとこだから食べなよみたいなんで、うん、晩ご飯ごちそうしてもらって、まあ、帰ったっていう話なんですけど あの見間違え間違えられたところがあのピークっていうかそれは面白いだただそうあのそうだねせいでほんわかとしたそうですねまあただねその親戚同士あんまりこう日常的に会うっていうのはないないのよんかさそれこそお正月とかのイベントがないとさ2年ぐらい前にじいちゃん死んだ時に まあ集まったぐらいだったのね2年分ぐらいだったんだけどそうそうそうまあでもよく行ったねほんとにんかねたまたまもうなんかそうもう帰り道藤沢でやること思わったしどうしようかなみたいなるかみたいなるかみたいなそうそうそういやすごいな俺親戚に会おうとか思ったことないからさどんなあそうだよねいや思わないよね思わない思わないうん ただなんか顔を見せに行こっかなぐらいの気持ちで行ったまあ玄関ぐらいで久しぶりだねみたいな、ちょっとまあそこまで来ててみたいな話くらいかなと思ったら、ご飯までごちそうになってしまってね。うん、ノーアポでもそこまで優しい。優しい、本当に。そうかそうか。うまあ、ちょっとそういう佐野家の話をするとね、うん。 そのうち、そのおじさんち2人子供がいて、まあ、いとこがいるんだけど、僕のね、上の子が同い年で、うん、僕と、どうんうん、でとやら川崎に一人暮らしを始めたと、先月から、そう、で、いないんだよね、みたいな、うん、ああ、そうなんや、みたいな話してて、うん、で、一応、そのいとこにも久しぶりに LINE で、<laughs> うん、いや、今、さっきお邪魔してきたんだよね、みたいな話を、ポロンってした、うん そ,うそしたら「あそうなんだ」みたいな。うんうん、てかなんかあれだよねみたいな。なこないだ会った時ゲームやるみたいな話してたよねみたいな言ってて。ゲームやるよみたいな。うん、で初めてねそのいとことディスコードをつないで Apex をしたんですよ。エー <laughs> ペックスやってたんだ。<laughs> そう。おうまかった。 いや,いやそこは <laughs> そこはいやが入る <laughs> <laughs> まあまあエンジョイゼイでまあまあンはかまあ全然あの普通にはそうそう別にこうキャリーしてたわけとかっていうわけじゃないんだけどそうそうまあでもなんかねこう親戚となんかこう普段遊べるような仲になるっていうんかちょっと嬉しかったねそう,そうそうそうまあいいいい結果的にいい方向に転がったんじゃないかなといいな いいな俺いとことかいないんだよな。そ<う>なあそうなんのいないいないいない。た多分いない。いるのかもしんないけどいない。かな <laughs> <laughs> 分からん。ちょっと <laughs>。だから、普通に羨ましいんですよね。いとことかそういう存在。いやでもね、その普段別に会ってないし、LINE <ー>もね別に連絡取らないから、ね、でも本当に久しぶりにそう。うん、エーペックスやって。うん、エーペックスやって、な最近どうなのみたいな話して。うん そう、うん、いいゲーム作ってるって言ってたなえ川崎でゲーム作ってるゲーム会社にいるってことそうー、えー、ゲームのおそらくそのね演出効果みたいなのをつけてるうん、うん、あそうなんだこんな技とかのさうん,、うん、なんかまあわかんないけどドラクエのなんかライデインとかさ、うん あのイオナズンとかのピカピカってあるね。ピカピカみたいな、ああいうのを多分作ってる。ドラクエかどうかは分かんな,、ね、なんかそういうのをやってて、ねうん、るんだよね、みたいな話をその時してて、うん、あそうなんだね、みたいな言って、最近どんなの作ったのって聞いたら、いやいや、なんか、こ言っていいのかななんか、分かんないけど、ポケモンとかなんかやってたらしくて、うん、ポケモンのあれの、あの技のあれ、私なんだよね、みたいな。えー、すごい、みたいな。ゲームフリークスってことないよな。 かんないや多分違うと思うよさすがにねうんかいろんなのをやってるみたいなそうだよねいえすごいそんな話をしながらねゲームしてましたよこの間いいじゃんなんかその輪が広がっててまあそうですねそうだよまたエペックスはやるんですかでまたなんかディスコードの僕らのグループにうんうんうん 入ってるんでタイミング合えばそうかなと思ってますけど、うん、いやーリーグオブレジェンドさせたいね。ね LOL。ーうん、そやってるのその人。も <laughs> いや、名前だけ知ってるみたいな。ああ、そうだよ、ね。いや、リーグオブレジェンドってさ、歴史長すぎてさ、どうなん新参入れんみたいな <laughs> イメージあるんだけど。いや外から見てる。だからね、うん、もうね、 あのー、やるしかないよやるしかない<う>あそうやるしかないやるしかないなだ <laughs> もうそれ言ってたらず一生入れないからまあ確かにねそれはそうねどのあれも、ね、そうや,やって、うん、そのいろんなキャラがキャラ,いやだからキャラが多いんだよねあはいはいはいすごい多いんだよ150以上いるからそれをなんか自分の得意なさキャラ一個作ってさ、うん 知らねえやつとか、うん、そうで知らねえやつが出てくるじゃん、うん、自分の知らねえ敵のもうあのキャラがね、うん、でそれっつらに分からされて <laughs> こいつ何なんだよみたいなふうになりながら <laughs> じゃあこいつへのカウンターって。 はこいつななんだじゃあこいつ練習しようみたいなでどんどん自分の得意なキャラを増やしていくみたいなメタの取り合いみたいな感じになってくるねそうそう知らずに何も最初から150種類覚えるっていうよりかは相手に分からされてそう分からされてからだんだん自分のキャラを増やしていくみたいなその辺は遊戯王と同じだなやってることああそうだねそうだね めたらされて、あ、なるほど、こういう対策のデッキを組むんだみたいなのを繰り返していくっていう、そう。マジで。そんな感じですよね。そんな感じですよね。いや、なんかしみじみしちゃったな。まあちょっとね、僕、今日は、あの、割とローギアな方なので。ローギアな方ですよね。メールでもやめますかじゃあ。メールであるんですかあり,すあります、あります。あり、はい、ます。はい。もう、もう、僕らの正義、プノンさんです。ありがとうございます。あ、プノンさん。プノンさん、ありがとうございます。 お久しぶりです前回の放送のネームですね。あメールですね。ネームって言っちゃった。<laughs> 根本さん、佐野さん、トン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 ありがとうございます。第29回で献血の話が出ていましたね。はし <laughs> てた, <laughs> てた <laughs> 献血の話。<laughs> 結構聞き直して笑っちゃった。<laughs> 何 <laughs> <laughs> であんなに献血話してたんだろう <laughs> 私は献血したくてもあちら側に拒否される部類のものになります、うん、面白い言いましそんな人いるの、うん、いるらしいというのも献血は過去に一度でも輸血や臓器移植を受けているとやらせてもらえないのですいえなるほど、うん、私も私も血と引き換えにお菓子やジュースを錬金術したりチヤホやされたりしたかったです 確かかにあれ良ったですよちやほやはおそらく献血する人について行っておこぼれをもらう方法もあるのでしょうが一度誰かの血によって命を助けてもらっている手前そういった方法のも両親の呵責でできません真面目な人ですね時折好きなアニメや VTuber と献血がコラボしているので必要ないプレゼントをもらった時はリスナーに配ってください 何卒よろしくお願いいたします。はい、えー、ラジオネーム、プノンさんからのお便りでした。プノンさんから。<laughs> ありがとうございます。あ、ありがとうございます。なるほどね、そういうパターン,ターンあ,るあるんだ。あるんだよ。そうだよ。へえー、知らなかった。俺も知らなかったよ、それ。うん。そうだよね。俺、めちゃめちゃ献血してるから。だから、俺、見て思ったのが、うん、いや、俺の血、誰かの血になってんのかもしんねえとは思った。本当に。 なるほどね、一度でも輸血されてる人がいるわけですからねこのリスナーに、うん、輸血や臓器移植を受けてる人が <laughs> そうだねええとその仕組みあるんだなんか拒否反応ができちゃう出、ね、ちゃうんじゃなかったっけ違ったっけこう血があそうなの血が混じりすぎると拒否反応が起きちゃうんじゃなかったっけああ<ー>そうそうそうだから一度でも もう他の地を受け付けたらもうこれ以上は NG みたいな、うん、もうアナフィラキシーかなんかが起きちゃうから多分ダメっていう仕組みだったんじゃないかなああなるほどねそう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 知らなかった知らなかったねアニメや VTuber と献血がコラボしてるのをもう知らなかったですめっちゃ献血行ってたのになんか、ね、今やっぱそういうの多いよねおいおいおいその、うん、献血でポスターがもらえるとかね あるわ全然あるそうそうそうコミケとかでは見てたなうんやっぱ献血行くべきだよ <laughs> 行こうい献血行きてえな献血行くべきだよそれは先週も話してたけど全く同じこと行くべきですねいやありがとうございましたブノンさんちょっと久しぶりにお便りが来て嬉しいです本当に <laughs> 本当に嬉しいですね本当に嬉しい 来なかったので、うんで <laughs> 来なかったんでね中,中に向かって喋ってる気持ちになってましたうんはい全然いいんですけど,どれでもそんな感じでもう28分喋ってるおいいじゃないですか今週はこんなところでなんか何かないですか、ね、そのねなんか漫画のああんか催しの予定みたいな漫画の催しの予定 どう,いうどういうイベントとかですかとかなんかこういうの乗りますみたいなああっても言えないのか言うまだちょっと言えないですね何とも言えない感じですねまだ言えないんだね、はい、そうです <laughs> 頑張っております引き続きちょっと頑張っております頑張ってるとはい <laughs> いやーちょっとでもさすがになんかうんどうだろうね年内夏前ぐらいまでにはなんとかしないと 死んじゃうかな、うん、頑張んないとなと思ってますはいえ何がえっと何、ま、漫画をそうですね漫画漫画次の<ー>次の仕事というか新しい仕事もちょっと取っていかないとやばいのでうん、うん、頑張ってる最中ですあ<ー>本当に、ね、本当にそれぐらいしか言えないですね今はいまあ先週佐野にね取材してるんでまあ、うん、ねいろいろといい話を聞かせてもらって。 やっております。いい話だったのかないい話だったよ。いい話だったよ。ありがたかったです。大丈夫。大丈夫です。またなんかああいうことあるかもしれないです。もしかしたら。もしかしたら。うん、はい。そんな感じで。<laughs> そうですね。今週は,はいありがとうございます。また来週は来週で喋ることあると思うんではい。うん、ではです。 えー、じゃあ今日は今日は締めも佐野にやってもらおうかなたまにはお三十回目だしはいお願いしますえー、というわけで、はい、<laughs> いつもどやで締めてるのに, <laughs> 本当にねそうなんで締め締めるのね結んで意外と実はえー、まあね本当にあのー、なんだあのお便りね <laughs> 皆さんから待ってますんではい、はい おり、ね、来ると本当とにう嬉しいので嬉しいです、えー、ぜひぜひ番組の感想ご意見、えー、昨日食べた晩ご飯でも何でも構いませんので、はいえー、Google フォームから送ってくれると助かります,ますあとねまこんなこと話してほしいみたいなこともあれば、うんね、ぜひ僕と根本くんでお話ししたいと思いますお願いしますというわけではい根本と佐野の深夜大工第30回目お相手は佐野と根本でした おやすみなさいいやわかんねえよ締め方いやそうでしょ意外となんか俺いつも流れで締めてんだけどどうやろうみたいなのを思いながら喋ってちょっと甘噛みするみたいなのが通例うん。そうそうっすなるほどねちょっと1周年記念かなんかでんかやりたいねあ確かにそうね1周年は何か5五十4回目とかで 52か、うん、そんぐらいだよね、多分。ね。やろう。やりましょう。リスナーと電話つなごうぜ。<laughs> 誰が出てくれんだよ、マジで。<laughs> マジで誰が出てくれんだよ。ま、誰かいれば。ま、誰かいれば。えー、そうだ。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。